カスタムしたイノチェンキィ・アンブレッタに乗ったモッツモッツコートモッツムーブメントのロゴとしてイギリス空軍のラウンデルが用いられた。モッツはイギリスの若い労働者の間で1950年代後半から1960年代中頃にかけて流行した音楽やファッション、それらをベースとしたライフスタイルおよびその支持者を指すロンドン近辺で発祥したモッツファッションとして よく連想されるものとして、髪を下ろした、モッドカット、細身の三つボタンのスーツ、ミリタリーパーカー、多数のミラーとヘッドライトで装飾されたスクーターなどがある。1951年にアメリカ軍に採用されたミリタリーパーカーは、モッツの人々に愛用され、モッツコートとして知られている。モッツは衣服や音楽に興味を示し、彼らが好んで聴いた音楽は、 アメリカのレアな黒人音楽、R&B やソウルミュージック、ジャマイカのスカなどであった。また、イギリスのグループとしては、ザ・フー、スモール・フェイセス、キンクス、スペンサー・ディビスグループなどが好まれた。ビートルズはデビュー前は正反対のロッカーズファッションをしていたが、マネージャーの指示により、モッツファッションでデビューした。モッツという呼び名は、 元は1950年代にビバップなどのモダンジャズの演奏者やファンをモダニストと呼んだものがモッツと短縮されたことに由来する。モッツは深夜営業のクラブに集まりダンスに興じたりその衣服を見せ合ったりした。彼らの多くはスクーターを移動の手段とした。エンジンがむき出しのモーターサイクルではスーツが汚れてしまうためである。イノチェン・ティランブレッタや ピアチオ・ベスパといった車種を好んで運転した。これらのスクーターは、初めはシンプルに乗られていたが、やがて多くのライトやミラーで飾り立てられていき、しまいには逆にすべてのボディパーツを取り払って、フレームと乗車、走行に必要な部分だけにした骸骨のようなものも、現れた。モッツは、当時のもう一つのライフスタイル支持者、ロッカーズと対立したと、メディアに書き立てられた。 しかし実際、モダニストたちはそのことに興味がなく、ブライトンやマーゲートといった海辺の行落地では新聞を読んだ、キッズたちによる乱闘が発生した。彼らの対立は、アンソニー・バージェスの時計仕掛けのオレンジに大きな影響を与え、未来のアンチヒーロー小説として作品は誕生した。百七十九年の映画、さらば青春の光はザフーのアルバム、良い人格から、 そのタイトルを取り、内容は60年代のモッツたちを描いたものであった。モッツは60年代末期から変質していくことになる。さらに髪を短くして、丸坊主にし、ディープなレゲエを聴くようになり、ドクター・マーチンのブーツにベンシャーマンのシャツを身につけた、スキンヘッズへとなるのであった。ありがとうございます。